こんにちは、かんなまです。今回は私が最近買ったものをご紹介します。後ろに見えているものたちです。そうです、通販で大量買いしました。はい、ドン。段ボール1個と袋と袋と、まあ3回に分けて買いました。っていうのも、今回ご紹介するのは春夏アイテムです。なんでこの時期に春夏って思う方も多くいると思うんですけど、まあ年末、今年最後のセールだっつってセールやるじゃないですか。で、年始に、初売りだって言ってセールが始まる。で、そのまんまなんかファイナルセール、ファイナルセール、ファイナルセールみたいまでなってる時って、一番何が安いかっていうと、その1年前の春夏のアイテムなんですよ。で、お店だともうそういうものが売ってないけど、通販だとバンバン余ってるんですよね、売れ残りたちが。そういうものたちって安く売ってるんですよ、その古いものになってくから。さらに言うと、通販だと2点買ったらさらに 10% オフとか、 ZOZO タウンで言ったら1000円クーポンとか、すごいお得に買えるから、このタイミングで、私は春夏アイテムを買いました。何を中心に買ったかっていうと、ボトムたちです。なんでボトムってなるかっていうと、ボトムってやっぱ価格が高い、夏でも。でもこの時期に買っちゃえば安いで、流行を問わずその自分の好きな系統のものを探しちゃえば全然使えるし、で、夏って結局買い足すの、私の場合はオールインワンだったり、まあ一番は無地ティーだったりっていうので、ボトムに関してはこの時期に買っちゃうのがお得なんで、私はこの時期に買いました。はい、というわけで早速ご紹介していきます。ででん。この間東京雪が降って、その時に私レインブーツがなくてめっちゃ困ったので、レインブーツを買いました。これはハンターのレインブーツ、1万8000円なんですけど、なんか私勘鋭いんだよね。この間雪が降った次の日あたりからもうハンターをめちゃめちゃチェックしてたんですよ。ブランド戦略でクーポン出してこないって思って、ZOZO タウンを毎日チェックしてたら、そのタイミングでなんと3000クーポンの期間が来て、買い替え割とかで結局5000円引きくらいで、1万3000円くらいで買った、ちょっとローファーっぽい感じ買いました。というわけでこっちは置いといて、早速買ったものたちのご紹介。まずアズールで、じゃん、タックパンツ買った、イエイ。これがですね、3234円。このパンツはまあ冬でもいける、若干薄いけど中ヒートテック履いちゃえば冬までいけるような感じ。こんな感じの普通のタックパンツです。自分がいつもこういうパンツ必ず1個持ってるんですけど、ちゃんと新しいの欲しいなと思って買ったものです。はい、次どんどん出てくるよ、すごい出てくるからね。あ、マウジーのカタログが、そう、この春夏アイテムが出てくるタイミングが1年前の春夏物アイテムが安いっていうね、そこに目をつける私ですが、まずスライ、これはですね、春に、まあ春と秋さらっと着る用のアウターです。結構オーバーサイズなロングコート、ロング丈の、いやマジ真っ黒すぎて全然わかんないよね。こことかもボリュームのあるスライのやつですね。マジ使えると思って私はすぐ買った。3883円税込み。デニムの上に羽織るだけでもいいし、こういう今履いてるタックパンツに中はトップスインしてその上に羽織るとか、ノースリとかで着ちゃってもいいわけだし、まあ去年で言うと私はリムワークでこのようなちょっとボリュームのあるアウターを買ったんですけど、まあ大活躍だったから、セールでこういうものをゲットして嬉しい。はい、次、じゃん、マウジーのカーキのパンツです。これ切りっぱなしデザイン、これはもう夏バンバン履きたいなと思って今のうちに買いました。モノトーン好きな私なので、自分の持ってるトップスたちとすごい相性がいいんで買っときました。やばい、サイズ1個間違えたかもしれない。ちょっと最近肉体改造しててウエストがめっちゃ緩くなってるけど、3016円まで落ちてました。身長が159センチくらい、サイズ今1番買ってるんですけど、普通に直立して、まあ、5センチくらいのヒール履けばちょうどいいかなみたいな感じ。まあ切りっぱなしデザインだからね、気に入らなかったら自分で切っちゃえばいいんだけど、こういうノースリのトップスで、ボトムインしてカバンをちょこんとやって出かけるイメージですね。これでもう夏なんで B3 とか厚底な靴とか、あとは足元に白を若干持ってくることで、抜け感も出るので、コンバースの普通の黒とか合わせて履きたいと思って、着たいと思ってます。はい、次紹介するのは、今年の冬黒バージョン買ってたんですけど、サテンのスカートの赤い方を買いました。で、色物ちょっとずつチャレンジしたいなと思って、やっぱモノトーンのも
ものはたくさん持ってるので、ボトムで色を変えるだけで雰囲気変わるし、モノトーン着慣れちゃってると色物が苦手なんだけど、そうやって顔周りに色物が来ると結構抵抗感あるけど、ボトムだったらそんな自分の顔と近くないから、そこまで見慣れないとかならないから買いました。だしこの赤ってすごいこうくすみのかかったエンジっぽいやつっていうか、なんで合わせやすいなと思って買った。なんか古着っぽい T シャツとかとも合わせて着れたらなと思って買いました。はい、次アズールのセットアップ。これあのサイキレイカちゃんとコラボした時の動画で、サイキレイカちゃんが3体目に着てたセットアップなんですけど、こういうセットアップ1個あるとすごい便利で、例えばもう私は飛行機新幹線乗る機会がすごいので、そういう時の移動着だったり、あとは夏さらっとどっか出かけようって時にセットアップがあるだけですごい使える。これね、4990円が1000円まで値下げしてて、こういうセットアップは安いし、その移動着で楽だしっていうのですごい使い勝手がいいから、まあ、GU でもユニクロでもどこでもいいけど、1個あるとちょっとどうしようって時に一番便利、すごい使える。はい、でラストこちらです。でセールの特徴としては、苦手なものを挑戦しやすくなってる、価格が落ちてるからね、っていうので私はこれを買いました。モノクロっぽい花柄というか、すっごいくすんでる花柄なんですよ。なんでメイクを今日ピンク系で合わせちゃってるけど、赤とかのリップにしてこういうのを着て、これの中はね黒で全部合わせれば全然着れるなと思って、挑戦の意味も込めて、ちょっと今これの上に着ちゃうからあれだけど、こんな感じの感じ。ちなみにこれ 2way で背中開き状態でワンピースとしても着れるんですよ。なんでまあその辺も小物とかうまく使って気分転換で着てみようと思って、3774円で、緑だからそんなに抵抗のない色というか。はい、次でんスライで普通のトップスですね。普通のトップスなんだけど、これシワになりにくい素材で、そうこういうのを例えばこうやってトップスで合わせたり、履きのねボトムで合わせたり、なんならこの上にアウターとか羽織っても可愛いじゃんみたいな。そうなんやかんやこの買い物中だけでコーディネートが組めるっていうね、これがまた楽しいわけですよね。はい、次これも黒のトップスノースリーだけど、素材がね珍しいんですよ。なんかちょっとスポーツっぽいっていうか、っていうのもこれはフィラのもの。これ素材が可愛くて、で長めなんで、あちょっとジャージだけど、長めの丈なんで、黒の普通のスキニーとかと合わせても可愛いし、これとこれ同じ黒のトップスだけど素材の違うのが分かりますかね、手だけで雰囲気が変わってくるのでおすすめです。はい、次これはですね、夏アウトドアお出かけした時に、まあ、いつもモノトーンだけど、たまには色物着たいなっていう時、めっちゃ派手でしょ。マウジーのノースリですね。1200円ですね。さっき顔周りに明るいもの持ってくるとっていう話したんですけど、こうやって価格が安いものに関しては私は結構挑戦しちゃったりしちゃってますね。これはなんか形が可愛かったし、これくらいの色味ならデニムに合わせればいけるかなみたいな感じで、デニムっていうのはこういう感じです。はい、次スライなんですけど、見えるかな、細かいプリーツっぽくなってるリラックスパンツです。こういうトップスに合わせて赤黒でもいいし、この黒のトップスに黒を着てて分かりにくくてごめんなさいね。分かるかな、こうやって合わせた時もこっちはちょっとツルツルした素材なのに、下のボトムがこうなんかツヤがあるんだけど、なんかなんて言うんだろうな、プリーツ素材だしで、こう素材違いなんで合わせてもそんな重くなんない。3000円で、ラストこちらスライの靴で、青くない？これが 70% オフだったんですよ。で、私普段ペタンコスニーカーだったりばっか履くんですけど、これ前も分厚くなってるし、で、かかと引っ掛けられるからすごい安定したヒールなんで、これだったら例えば、そのさっきのね、この今のスライのリラックスパンツに合わせても、そんなストレスなくね、履けるヒールだし、これもスニーカーとこっちで合わせるので、だいぶイメージ変わるし、この柄物着るときも足元ヒールにしたりとか、これめっちゃ使えると思って即決でした。以上。
を11点買って、まあ、3万円ですね。3万円分買いました。でこんだけボトム中心に買っとけば H&M で500円で無地T 買ったりだとかすればやりくりできるっていうのが私なりの買い物の仕方です。そんな感じです。というわけで私はこの冬、真冬真っ只中にやってるセールでいかに安くこれから春夏で使えるものはあるかどうかっていうのを探していつも買い物してます。で今回私はその自分の勤めてる会社がまあとりあえずセールが安い、通販のセールが安すぎてこんな安くしていいのかよと思うくらい安かったんで、そこでこうやってまとめ買いしました。まあこんだけ買ったらね、結局3万円分ね飛んでるけど、でも夏買い足すものは無地 T だけで OK とか、例えばサンダルで OK とか、でもサンダルも買ったしみたいな感じで、セールでうまく掘り出し物がないかなっていつも探しながら買い物しております。というわけで以上、神田和の購入品でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。